ベッドの前で冷たい目をした野獣が口を大きく開けて男を見つめていた。次の瞬間で彼に襲いかかるかのようだが、男は非常に落ち着いて、その狼と多くの時間を過ごしてきたように、簡単に交流して自分の家で飼っているハスキーと狼を一緒に散歩に連れ出した。ハビーと呼ばれるこの獣は、生まれて13週間の時に母親に捨てられた。幸いなことに弱くて何もできないハビーは野外でハイキングをしていた男に出会った。かわいそうなハビーを見て男は家に連れて帰って面倒を見ることにした。あの日からハビーの運命は大きく変わり、孤独な狼ではなく、温かい家庭を持つようになった。男の丁寧な世話のもとでハビーは徐々にかつての元気を取り戻した。今ではこの家で1年以上暮らし、生活に慣れてすっかり家族の一員となった。ハビーは遊ぶことが大好きで、よく芝生で走ったり追いかけたりして、いつも元気いっぱいで飼い主との時間をとても楽しんでいた。また家で飼われているもう一匹のペットのハスキーと遊ぶのも好きで、芝生の上を自由に転げ回り、地面に横たわって変な動きをしているハスキーをハビーもまたどうしようもない顔で見ていた。さらに驚くべきことにハビーは飼い主の簡単な指示を理解することができ、指示を出すといつもすぐに手を握って理解したことを示してくれた。男とハビーの間に深い心の絆を結び、ハビーは甘えん坊でいつも男のそばにいて、愛されているという温かさを感じさせた。絶対に飼い主から離れたがらない。男がどんなことをしようとも、ハビーはいつも彼に寄り添い、ただの料理をしている時も、ハビーは離れようとしなかった。彼は男の手の中にある豆を見ながらよだれを垂らして、美味しいと思っているに違いない。ハスキーに詰め寄られても、ハビーは喧嘩することなく静かに飼い主が餌をくれるのを待っていた。ハビーはよくハスキーと散歩に出かけ、毎朝男の部屋に来て、優しくハスキーに呼びかけ、一緒に出かけようと誘っていた。彼は声を抑えて玄関の前に静かに立ち、寝ているハスキーをそっと起こそうと軽く吠えるが、飼い主が先に起こされることが多かった。それで男は毎朝冷たい目をした狼がベッドの前に立って自分を見つめているのを見えるようになった。男はハビーと簡単に交流した後、ハスキーを起こしてハビーと一緒に散歩するよう頼んだ。男は彼らのためにドアを開け、ハビーとハスキーが肩を並べて一緒に階段を下り、ドアから出ていくのを見送らなければならなかった。ハビーとハスキーはどこに行ってもいつも離れられないし、勝手に吠えたりすることもなかった。彼らの友情と互いへの思いやりは心温まるものであり、人々に温かい感動を与えた。時が経つにつれ、ハビーは家族のハスキーとの絆を深めつつあるが、飼い主の寵愛を奪い合う面白い場面もある。ベタベタのハビーは飼い主に連れられていることが多く、そのおかげで自分を甘やかす時間が増えた。ハビーは男のそばに横たわって撫でてもらうが、甘えているその目を見ていると、男はそれを拒む理由がなくなり、ハビーをおとなしい犬だと思うのも当たり前だろう。そしてハスキーが飼い主の寵愛を争って走ってきて、一匹の狼と一匹の犬が戦うことになった。種族の関係なのか、パワフルなハビーの前では普段は暴走しがちなハスキーも黙って負け戦を受け入れることしかできない。人々は大爆笑をすると同時に、2種類の犬族が共生していることに驚かされて、また動物たちの感情についても深く考えさせられた。ハビーとハスキーの友情は感動的で、彼らは互いに寄り添い、幸せな時も辛い時も一緒に過ごした。この家でハビーは自分のことを愛してくれる飼い主と一緒に遊べる親友を得て、きっと健康で幸せな狼生を送ることができるだろう。動物にも感情があり、彼らも理解され大切にされたい。ハビーの物語から、人間と動物との間にある深い感情と自然界の素晴らしさをより深く感じさせてくれた。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。